月見てトイレのもしものストーリー第4弾を見ていこう。イエーイ。もしもあの時ナイフマンがやられてなかったら。イエーイ。どうも月見てトイレ系 YouTuber のふみふみです。さあ本日は最近の人気恒例企画、月見てトイレのもしものストーリーを描いたファンメイド映像を見てきたんやけれども、ようやく公開された70話パート3でね、ナイフマンがやられてしまったと。それ見た時にみんな思ったと思う。もしナイフマンがやられてない世界線があったらなと。今回そんな世界線ございますってことで、今回も世界中の素敵なクリエイターさんたちが作ってくださったファンメイド映像を5本厳選させていただきましたので、みんなで楽しんで見ていきましょう。今チャンネル登録者20万人目指してるので、スキビリドイルが好きな方はチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。おないこか。はい、じゃあまず1本目は、もしも70話でアストロサイエンティストが登場してたらっていうね。アストロサイエンティストがバケモンやろ。はい、これは、あ、おお、サイエンティストおる。あ、これパート2の部屋やな。もうサイエンティスト普通に出てきたで。おう、あ、外に戻ると。はい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 。あ、じゃあここの外でアストロサイエンティストが出てくるってことね。バケモンちゃん。え、おーおー、いきなり。おう、これは、ほら、これ普通のアストロやん。はい、え、もうここ持ってかれてるやん。おーおーおお、まあまあまあ、この辺はな。はい、吸収しようねんな。うわえ、ついよ。さあ、もうこっからファンメイド映像は始まって、おお、え、なんか来て、え、これじゃん。うわ、やべえ、来て来て来た。うわ、顔サイエンティストや、確かに。よう見たら、よーく見たら分かりづらいけど。やっぱサイエンティストの特徴、ハゲ頭やのにさ、帽子かぶって持てるから。うわ、強っ、強っ。え、バケモンやん。わわわわわわわ、一瞬でやられてる。タイタンカメラは、え、スピーカー、うわー、え、あー、テレビマンだけ来てる。やっぱタイタンテレビマン強いな。はい、これ1本目、これで終わりね。はい、次これ2本目。もう早いね。もしも70話パート3でナイフマンが生き延びてたら、これ見てみよう。はい、この映像はあったところよ。おお、もうでも、ちゃんとこの映像から自分で作ってはるな。来いよ、言うてた。なんか、手の動きおもろかったけど。うわうわうわ、あ、ここもあったで。はい、ここじゃ、こっからじゃん、ほんなら。あ、はい、ここでな、ここで、おお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 、え、あ、え、もう助かった。あ、助かってる。わあ、まあ、まぶたある。うわあ、いや、これであってほしかったな。ほんまやったらここでもちぎられてんもんな。お、あ、まだ生きてる、サイエンティスト。お、え、暴れてんで。大暴れしてんで。うわあ、この世界線であってほしかったー。やばかったな、あれ、本家も。うわ、やばい、銃使ってるやんで。めちゃめちゃ、あ、めっちゃ刺し、めっちゃ刺し、おお、え、あ、これ続きあるんかな。あ、これここで終わりか。はい、じゃあ次、三つ目。もしも70話でアストロトイレのボスが登場してた、あ、これか。いや、やばそうやん、これ。アストロのボス。うわ、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 すげえ、ていうかもう、映像すごっ。毎回言うてるけど、毎回ファンメイドやのに映像や、うわー、やられてもうてる。え、あ、セーブ言わせる。あなたは生き残れってこと。うわわわ、かっこいい、これめっちゃかっこいいな。うわすげえ。え、もう武器多すぎて使いこなせへんやろ。やばいぐらい武器持ってんで、もう詰め合わせやん。うわわわ、あ、うわー、タイタンスピーカーもう子供みたい。さあ、こっから一騎打ちや。うわ、すごいな、手の腕の、これすごっ。うわわわ、もう、これも終わり、ここで。これも続きある。え、最近イフストーリー続きあんの。もしかして、え、もう完結せえへんの、最近のは。
はい、次これ4本目、もしも68話でタイタンテレビマンが洗脳されてたらっていうので、前に似たような一回見たんやけど、ちょっと別のシリーズというか別の方が作られたイフストーリーなので見ていきましょう。すごい、うわすごいな。で、なんか刀も外れてなかった今、刀あの3本のウルバリンみたいなやつ。おおすごい、うおー、あ、待って、かっこええ、めっちゃかっこええやん。はい、で体戻る、はいはいはい、じゃあこっからやな。ああ、来た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 、あ、もうここでやられちゃうんや。なんか体ビーンになってるけど。そういうこと、あ、なんで意識別々な、モニターと体は。いや、もうモニターごと洗脳されるんじゃないの。おお、壊してもうてるやん。あ、このシーンまである。モニター壊してもうたらあかんやん、せっかく洗脳したのに。あらら、タイタンカメラマンやられて、ああもうタイタンカメラマン、タイタンスピーカーマン、イフストーリーでやられすぎちゃう。踊ってる、踊ってた。何今の。はい、最後5本目、もしも60話でアストロトイレが G1 側に倒されてたらやって、ほんまやったらな、あのもう行くぞ言うてテレポートしてどっか行きよるけど、さあこれでも結構さ、ここのアストロトイレのシーンやっぱめちゃめちゃ大事やったってことやんな。はい、ここまで普通やで、ね、これやられとったらもう70話パート3以降ストーリーないやん、ほんなら。はい、あ、なるほどな、ここで偽物っていうのがもう分かると。はい、サイエンティストが、お、弱っ。あ、もうサイエンティストアップグレードされてる。あ、弱っ。おお、来た来た、アストロ弱っ。アストロ、いや、こんな弱ないって。で、ジーマン強すぎやって。おお、はい、もう、70話で完結、それか、ジーマンの時代来る、こっから。おお、ここでじゃあ、あれかやられて、終わりか。おお、いやー、今回もクオリティ高かったでございます。ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、2本目のもしナイフマンが生きてたらっちゅうのはね、エモかったねー。しかもなんか見てたら続きもありそうや、境に。ちょっとまたここもね、新たな動画が更新されたら、また実況していきたいと思います。で、今日の動画見てて思ってんけど、今までイフストーリーは単発で終わっとったんやけど、さらに続編があるみたいな終わり方するのが多かった境にね、やっぱりもしもシリーズかなり盛り上がっております。はい、ということで、また面白いもしもシリーズ見つかり次第、こういう風に紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てくださった皆様、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな！チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。